キスの天ぷらに塩をかけて食べると果てしなくうまいですね。どうもこいこいです。今日はですね、 Python でパチンコは儲かるのか検証してみたということでやっていきたいと思います。まあちょっと簡単なシミュレーションをしてみようってことですね。で、私自身はですね、パチンコはほとんどですね、もうここ最近はもう全くやってなくて、その大学生の頃に何度か友達と一緒に行ったことがある程度ですね。なのでもう最初全くこうやり方が分かんなかったりしたんですけど、なんかこうタコの絵がなんか揃ったってのを覚えてて、なんかタコが揃ってタコがなんかおめでとう小池さんみたいなウィンクしてて、あどうもどうもみたいな、で玉いっぱい出てくるみたいな、まあそれは何回かあったかなって、まあそれぐらいですね。でシミュレーションするにあたって、まあちょっと条件を決めてみたんですけど、これはちょっと私が大学生の頃にやってたパチンコの記憶を頼りにちょっとググったりしちゃってるんで、最近のパチンコと若干違うのかもしれないですけど、そこはちょっとご了承ください。でまず大当たり確率が320分の1に今回はしました。で確率変動を 52% ですね。各辺の確率を 52% で、出玉1500玉6000円ってことで、まあ1玉4円ですね。4円で買って4円で換金みたいな形にしました。で1玉 0.6 秒で出てくる、これもなんか1分間で100玉出てくるみたいな、ことがネットで書かれてたので、まあそれを逆算してると。で8時間打ちっぱなしとかいう風にしようかなと思います。ひたすら8時間打つと。で、8時間経って終わったら帰る。ただ、確率変動継続中は延長して、各辺が途切れるまでは、やるみたいな形ですね。あとは、なんか単発を引いた場合は100回転の時短をありっていう風にして、なんかそういう計算しました。で、確率変動と時短値は玉を、消費しないっていうことにしましたね。まあ、なんか増えたり減ったり多少あると思うんですけど、私の経験上なんか、あんまり減らなかったなって記憶あるんで、今回は消費しないにしました。で、あとはラウンドですね。なんかラウンド時間は180秒みたいなことで、まあ、適当に3分ぐらいは、その時間があるみたいな、まあ、このような条件でちょっとやろうと思います。では、早速プログラムを見ていくんですけど、Google コラボレートでやってます。で、まずちょっと肝のところですね。ちょっとパチンコの前に、この、当たり外れみたいなとか、0.9、0.1 ってありますけど、このナムパイで、この、ナムパイランダムチョイスってやつを使うと、この当たり外れとか、その当たりの確率が 0.9、0.1 とかって渡すと、自動でそれがルーレットみたいな形で抽選できるっていうものがあるんですよ。なんでこれ今回利用してます。なのでこれ、まあ当たり、外れって出てきますよね。ただこれ、あくまでも確率なんで全部当たりになっちゃったり、外れが2個、3個あったりはするんですけど、まあこれを使って、まあ抽選をしていこうと。そもそもの320分の1の確率とか、まあそういった確変が何パーとか。で、ここを、ここに、変数がありますけど、大当たりの確率と確変の確率、何時間打つのか、あとは1000円で何回転、するのか、それを渡して計算するようにしてます。で、この辺でまあ確率の計算をしてみたいな形ですね。で、ヒットマネーってなってますけど、まあ1回当たったら6000円みたいな、その辺は固定しちゃってます。あとはラウンドの時間とかですね。で、まあここでなんか計算して、で、確変引いたら、なんか確変の関数に入って確変の計算するみたいな。でもう一回確変引いたらもう一回この関数呼ぼうみたいな。で単発引いたらこの単発の方の関数に入って、で時短100回やるみたいな。で時短中になんかその確変とかもう一回当たり引いたら時短引き戻しってことで、もう一回この関数に何回もループして入るみたいな、まあそういった形にして、まあ簡単にそういった計算ができるようにしてみましたと。で今回のちょっと肝となる変数を説明したくて、これ1000割るローテッドってなってますけど、まあ、1000円割る16ですね、16回転ってことで、1回転でいくらかかってるかを計算してるんですね。で、ワンタイム、こちらはまあちょっと細かいんですけど、250玉1000円で出て、まあそれを、回転した時って4個玉が出てくるんで、まあそれでなんかまた割ってみたいなことして、で、最後にかける 0.6 ってことで、まあ1玉 0.6 秒なので、まあ1回転するのに何玉必要か。で、何玉を出すには 0.6 秒必要なのでってことで、1回転するためには何分必要で何円かかるのか。まあこれでくる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 回して、実際これぐらいお金が減ってく。で、当たったら6000円戻ってくるみたいな形で、お金と時間の計算をしようと。まあそういう形にしてますね。まあ何はともあれ一回ちょっと、見てみましょうと。で、ここでさっき言った320分の1の確率52とか、まあこの先ほどのやつでやってるんですけど、そうするとこう出てきて、まあ、ワンマネーですね。1回転するのに62円で11秒かかるみたいな。で、確率が入ってますよね。また自分で設定した確率が入ってて、まあこんな感じで出てくるんですね。で、これ意味的には182回転目で確変を引きましたと。で、それまでに11375円使ってるみたいな。で、単発引くと。で、単発引いた時はもうこれ、何回転まで当たったかとか計算してないんで。で、これ確変。
何回も角片を引いて、まあ、6000円ずつこう溜まっていくみたいな。でまた単発引いて、で時短引き戻しの場合はこう出るみたいな形で、でまたここで551回ハマってみたいな形でお金減ってみたいな感じで、まあ、これで、まあ、ひたすら8時間打ったらマイナス562円でしたみたいな、まあ、こういった形でランダムで計算できると。でもう一回計算するともちろん答え違ってくるんですよね。でこの場合だとまあ10万9000円も勝ってますけど、8時間打って10万9000円勝ったみたいな。でここの変数を変えると、この4つの変数に関してはここから変えられるので、例えばこの1000円あたりの回転数を12にして計算すると、その12で計算できると。12なのでこのワンマネーとかワンタイムがさっきと違ってますよね。さっきの16回転よりはまあちょっと損な形で回して、まあ、1万8000円勝ってるとか、まあ何回やってもこれとかも800回いきなり800回ハマって66000円、まあその時点で帰ってるかもしれないですけど、一応8時間打ち続けると15万とか負けても打ち続けるみたいな形でまあやってます。で例えばこれ8時間でやってますけど、まあ3時間とかにしても3時間バージョンで計算できると。まあこれだと一度も当たってないでみたいな感じですけど、まあちょっと短くなりますよね。8時間よりは短くなる感じにはなるってことで、まあ3時間とか2時間とかこの辺でまあコントロールできる。まあこれだとシンプルですけど、まあ3万円ぐらい負けちゃってますけど、まあこういった形で計算ができるっていうことですね。でこれで1日のシミュレーションができるようになってるので、まあこれ何日も計算させてみようってことなんですけど、ちょっと今回は回転数によってちょっと分けてみようかなと思ってます。これなんでかっていうと、私もそのパチンコのプロとかじゃないんで細かいことは分からないんですけど、まあ素人目線で見ても1000円で10回転の台と1000円で20回転の台だったら絶対20回転の方がお得だし、最後お金得するよねと。まあ1日単位だったら違うかもしれないですけど、長い目で見ればそうだろうっていうふうにまあ思うわけですね。でちょっとそういった体験があって、まあ何回かしかないパチンコの経験で、友達と行った時にこうなんか回る台みたいのがあったんですよ。この釘があるじゃないですか。なんか釘がこうグワって開いてる台みたいのがあって、それイベントでなんか抽選で当たった人はそこでなんか1時間か2時間打てるみたいな、でなんか抽選で並ぶみたいなイベントがあって、私もなんかそれ並んでなんか当たったんですよね。で2時間ぐらいそれ打ったんですけど、なんかやっぱこう1000円で何回って何回かとか忘れちゃいましたけど、すっごい回るんでやっぱりお得なんですよね。で私なんかサメが当たって1回だけ当たってなんか1箱出たような記憶があるんですけど、まあそれでやっぱり得だなって感覚的にも思うと。で他にも一度こう釘が2つあるんですよ、この分かりますかね。でその1個がなんかゆるゆるだったんですよね。私が打った時なんか揺れるなと思ったら なんか1000円ぐらい打ってたらそれがボキッて折れて、みたいな感じで1個になっちゃったんですよ。そしたらもうガバガバ入るんですよ。多分1000円で5、60回転ぐらい入って、でこれもう絶対得だと思って打ってたんですけど、閉店30分前だったんで あんまり打てなかったんですけど、これ1日で打ってたら多分相当得だよなってことで、まあ体験的にも回転数が多い方が得するだろうなっていう、まあことなんですね。はい、じゃあプログラム戻りますけど、まあこの回転数ごとに分けたいってことで、このローテートのところ13回転から22回転までに分けて、まずは計算してみようと。でかつその1500日打ちます。なので年間300日パチンコに行ってる超ヘビーユーザー、しかも8時間も打ってるってヘビーユーザーが5年間打ち続けました。平均13回転の台から22回転の台まで打つみたいな、それを計算します。でまあこういう風にさっきと同じように出てくるんですけど、まあこれ何通りぐらいあるんだろう、1万何通りあるんでちょっと時間がかかるんで一回ここは飛ばしてしまいます。じゃあちょっと計算終わったので結果見てみたいと思います。まあちょっと簡単にプリント時刻で出せるようにしてあるんで見てみましょうと。でそうするとまず13回転の時は日平均の収支がマイナス3万2000円ってことで、5年間やると4800万負けて年間965万、月間で80万負けるみたいなことになりました。で最小が15万で最大が22万勝ってる日もあるってことで、まあ13回転だとやっぱり厳しいのかなと。で14でもマイナス2万5000、3800万、15でも1万6000で2400万負けてるのかな、5年間でってことで、やっぱこの辺きついですね。で16で1万、やっぱり回転数が上がっていくとだんだん良くなってきて、17で日マイナス6200、月間で15万6000マイナスぐらいですかね。なの でここですね、18と17の間、ここでなんかプラスに転じてますね。18回転平均だと、まあ、3400円買って5年間で500万、年間100万みたいな形で勝ちに転じて、19だともうすごいですよね、1300万も買ってて、20だともう2000万以上買ってて、
年間でも469万とか、もうこれだけで食っていけるみたいな形に、まあ、なってて、21、22になるともっとすごいですね。3000万とか、22だと、まあ、4000万ぐらいになっちゃうみたいな形で、やはり回転数が多いと勝ちやすいのかなっていうのは、なんとなく見て取れると。で、これ全回転数の 年間の平均収支なんですけども、回転数ごとの全部ですね。そうするとマイナス44万ぐらい。負けてるってことですね。で、月間だと3万7千ぐらいで、まあやっぱりいろんな回転数になるんでしょうけど、まあ最終的にはちょっとマイナスになりやすいのかなと。という形になりましたね。はい、まあという形になったんですけども、ただこれあくまでもシミュレーションですし、まあ簡易で設定してるし、実際に平均回転数22とか、それを5年間平均で打ち続けることなんて多分できないんじゃないかなって気もするんで、まああくまでもこれはシミュレーションなので参考程度にしてくださいね。で、私も別にパチンコ詳しいわけじゃないんで、この18ぐらいが良さそうだって言っちゃうと違うよってこともあり得ると思うんで、まああくまでもさっきの設定で単純にこうシミュレーションするとこんな結果になりましたっていうことですね。はい、ということでいかがだったでしょうかと。もうほんとね、分かりやすく回転数が多ければ得しそうだってことが分かったと。もうそんなのはね、もうやる前から分かってたよってことなんですけど、まあ一応シミュレーションしたらこんな形になりましたということですね。すごい個人的にはやってて面白かったですね。はい、ということで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。